先生今日もよろしくお願いしますお願いしますホームページでいい作り方ってありますかなるほどね、はい、ありますねあると思いますはいあのまあ、中小企業がホームページを作る場合中小零細企業がホームページ作る場合必ずやってほしいことがありますえー、何かっていうとセールスレター型のホームページにしましょうねということね、はい、で決してやってはいけないホームページっていうのがあって、はい、それはあの 大企業のホーームページ、はい、大手の会社のホームページを真似しちゃいけませんよ。例えば、えー、まあソニーだとか、えーなんだろうな、パナソニックだとか、あとは、えー、なんだ関西電力だとか、はい、NTT とか、<laughs> ああいう大手の会社のホームページを真似た。 ホームページっていうのはう全くダメですよと売れないですよと、中小企業が大手の会社を真似しては絶対ダメですよと、同じならさっきみたように売れないからですよと、はい、うんでえ、ホームページの役割っていうのを考えてほしいわけね、大手の企業っていうのは誰もが知っている会社なわけだから、その商品紹介とかでいいわけね、はい、会社紹介ってもほとんどいらないと思うんだけど、商品紹介とかでいいわけ。はい、中小企業が 大企業と同じような商品紹介をして売れるんですかっていう話ね、売れませんと、はいえー、まずお客さんから考えたら、どこの馬の骨ともわからない企業のホームページを見て、へえー、すげえな、この商品、買おうなんて絶対ならないから、うん、まずは会社を知ってもらうことっていうのが大前提になってくるわけね。 うん、でその企業、会社を知ってもらうっていう、まあ、正確に言えば法人と個人は別物なんだけど、その会社にいている社長さんとか、その社員さんとか、どういう人なのかとか、どういうそのまあミッションとかでその会社をやっているのかとか、人となりをそのホームページで知ってもらうことが重要ですよと。うん いうことなんだよねだからまず大前提として大企業のホームページを真似をしてはいけませんよとで大企業のホームページというのは基本的に見せるホームページです、はいうん、で中小企業はあの商品を売りたいもしくは、まあ、売りたいとい,かいきなり売れないと思うから、はい、リストを集めるっていう感覚ね見込み客からお客さんの方からアクションを何かしてほしいっていうことが必要だから、はい、セールスレター型っていうのが必要になってきますよと。 だからオファーが必要ですよってことで、ね、お客さんに何かプレゼントするものを用意してあげましょうねと、はい、プレゼントも何もないのに、はい、無料の見積もりはこちらからどうぞって書かれても、はい、見積もりは怖くてあの、申し込みすることはできませんという話なので、はい、お客さんからしたらねうん。だからそういうのが必要かなと思います。で、えー、個人的にはホームページっていうのは、広告と同じだっていうふうに考えています、はい、僕はね。うん、で、えー、オフラインの広告、チラシ広告。 とと比べると文字制限がないから自分の思いをいっぱいたくさんたくさん書くことができますよと映像も動画も含めていっぱいつけることができるからホームページっていうのはせっかくホームページで文字が無制限につけれるわけだから。 あのもったいない、少なすぎるホームページっていうのはもったいないから、うん、長くってなってもいいから、たくさん書きましょうねっていうのを言いたいかなと思うんだよね、だから、えー、中小企業のホームページの役割は何かって、目的は何かっていうと、見込み客を集めることです、うんはい、で見込み客を集めることだから、えー、お客さんが申し込みしやすいオファーがあるかどうか。 うんでえー、お客さんがパッと開いたときにうわ、何これ、気になるっていうヘッドコピーがあるかどうか <laughs> っていうのが大事かなと思います、はいまあ、要はレスポンス広告やりましょうねと、ホームページは会社を紹介するだけじゃないですよと、そんなイメージ広告になっちゃいますから、レスポンス広告をやりましょうねっていうのをすごくすごく言いたいです。はいうんで 僕が考えるうー、まあ、ホームページ、例えば、ダメな例を、これはしちゃダメですよっていうのが、まあ、9つあります。はい、<laughs> 9つもあります。はい。えー、まず1つ目は、えー、フラッシュを対応していること。フラッシュダメです、今。はい、<laughs> フラッシュ流行ってた10年ぐらい前なんで、はい、10年以上前かなうん。今時フラッシュなんてやってちゃダメですよということかな。なぜなら、えー モバイル、スマホでフラッシュがあの再生されないとかいろいろあるのでフラッシュはもう技術的にもうちょっと一昔前になっちゃいますからフラッシュを使っているホームページってなるとフルーとかて思っちゃうので、はい、なんか一昔前のホームページやなみたいにお客さんが思われてしまいますのであんまりよろしくないですよということ、ね、で2つ目が、えー、新着情報。 とかね、ニューとかでよく書いてあるわけですよ。ホームページ見たら、はい、新着情報、例えばまるさん、まるをなやりましたみたいなこと書いてあるわけね。はいうん、その新着情報が2016年から更新されてないとかね、はい、<laughs> 古いままとか言っていうのはあんまりくないかなと思います。で僕はどうううううしててたかっていうとあのそういうふうに あの更新するのが嫌だったから、ホームページをちょこ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 更新するのが嫌だったから、その新着情報っていうのは消しました、うん、いらないです、はっきり言って、僕,僕から言わすといらない、そういうのは。うん、で、3つ目がえ、重いサイトっていうのはだめですよと、うん、重いサイトはだめですね。どうもね 表示されるまでに3秒以上かかると50%の人がページを閉じるっていうデータが出てるらしいので、はい、<laughs> あの重たいページっていうのは重たいサイトっていうのはちょっとあの改善した方がいいですよっていうこと、ね、で4つ目がもうこれあのめちゃくちゃ大事でスマホで見れないサイ,サイトってこれもうダメですよと、うん、スマホにあの iPhone とか、まあ、他の,、ね、あのモバイルでちゃんとスマホで ちゃんと見れるようになりましょうねと。なんかボーンと大きくなって見れないとか見にくいとかってなってくるとお客さんは離脱してしまいますよということ、ね、で。で、えー、5つ目が、まあ、さっきもちょっと言ってたんだけど問い合わせフォームがないっていうね、うん。あの、問い合わせはお電話でどうぞって電話しないからね。<laughs> ホームページ見てる人は電話かけないです。だから、あのちゃんとホームページからあの問い合わせができるようにフォームを作っておきましょうねっていうのを言いたいかな。 うんでえーまあ、6つ目か6つ目が何かというと、はい、オファーがないとい,、ね、い,いうのはお客さんが問い合わせしにくいから、ね、オファーがないというのは問い合わせする意味がわからないから、うん、質問もしないからね、そんなのは、うん、質問して住所と、ね、お名前とかメールとかその登録するフォームがあると思うんだけど、はい、それを登録したら最後ものすごい売り込みが来るかもしれないといっぱいメールが来るかもしれないしもしかしたら 営業マンがいきなり来るかもしれないって思うとお客さんは怖いわけね、うんうん、だからあのそれを犠牲にしてもお客さんからすると犠牲にするわけね自分の個人情報や住所とか名前とかメールアドレスを企業に伝えるっていうのはその犠牲にしてもいいぐらいの何かをプレゼントしてもらわないとお客さんはそれをねあの対価交換というか しようとは思わなないからあの魅力的なオファーをちゃんと用意しておくことで、うん、さっきから言ってるようにオファーがないからなんか無料のものをつけましょうねって僕はよく言ってるわけですよ。で、レスポンス広告だからホームページも、うん、だからといって無料の見積もり相談っていうのはあのそんなのオファーでも何でもないですよっていうのを言いたいかな。うん、で、7つ目が何かっていうと、えー、社長の顔写真がないってやつね、はい、<laughs> 社員の顔写真もないと。 そこで働いているスタッフの顔写真が一つもないっていうのはちょっとやっぱりいただけないかなと思う,うんあの,他の企業がもし顔写真をつけていたら顔写真があるホームページの会社とあの顔写真が全くないホームページのその会社とどちらの方が問い合わせしやすいですかってことね。うん だってホームページで顔写真も何もないところっていうのは得体の知れない会社っていうふうに見られちゃうわけだからやっぱり顔写真があった方がいいですよとで仮に同じ証券内でライバル会社がいててそのライバル会社が顔写真をバンバン出せてたらお客さん顔写真が見える方へ行っちゃうからね、はい、うんだから顔写真はあった方がいいですじゃないとお客さんがなんか怖いなこの会社っていうふうに思われます でしかもライバル会社が顔写真バンバン見せ載せてたら顔写真が載ってないあらへんっていうだけでものすごいそのハンデキャップになってしまいますよっていうのを知っておいてくださいねってことを言いたい、はい,、うん、あのいやわしは顔写真載せへんとか言,って言う人いていますけど、はいはい、うちの父親がそうでしたけどあのダメですよとそんなのダメですよとお客さんからしたら怖いっちゅうねんっていう話やからね。 だから、社長は顔写真乗載らないけどまあ、僕がねその代わりにいっぱい前に出てやることになったわけだからまあ社長は載せなくても社員はいっぱい出るようにねっていうふうにはした方がいいかなと思う、まあ、できれば社長は乗っけた方がいいかなと思うけどね、うん、で8個目が会社概要がちゃんとしているかどうかってことね、うん、会社概要がしょぼいとだめですよって言いたい。うん、あののよく大企業の真似をしてなんか あの大げさなことを書いてあるわけよ、なんか <laughs>、嘘つけってみんな思うからね、そんなのは。綺、う、麗、ん、な言葉を嘘くさいっていう僕の言葉があって、綺麗な言葉を嘘くさいんですよ。うん、ん会社概要を見て、なんか子供たちの笑顔のためにとか言って書いてあったら、嘘をつけって,こう言って思っちゃうから、ほ <laughs> んで、お客さん自身もそんなこと知りたいわけじゃないのよ。うん、そういうい きれいな言葉っていうのはあの、それ塗り固められとるなっていうふうに思っているのよね。はい、本音じゃないって思っちゃうから、そこから何も伝わってこないわけよ。じゃあ、なんでそこの社長はきれいな言葉を使うかっていうと、大企業の真似をしてるから、はい、<laughs> ダメです、そんなの真似しちゃメですよってことね。うん、で、えー、ここの詰めか、ここの詰めがあの、他社のリンクを貼らないってことね。うん、例えば、よく太陽光の業界であったのは、はい、あのメーカーのホームページ。 例えば、シャープのホームページを貼るだとか、補助金の、のなんていうの、財団の方のホームページを貼るとか、そういうことを貼ったりするわけよ、おそらく貼っていると、なんていうの、シャープから。 のあの大企業と取引しているあのいい会社なんだっていう,うに思われたいからね、信頼できる会社ですよっていう、はい、思ってほしいからメーカーだとかそういう補助金だとかあのそういう取引先とか言ってリンクを貼ったりしてると思うんだけど、はい、貼っちゃダメですあんなのは。うん。なぜかというと逃げちゃうからです。<laughs> <laughs> 逃がしてどうするっていう話なんで。<laughs> ダメよ。あの、来たお客さんは その自分の中のホームページをこうぐる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 巡回してもらえればいいんだけど、他のホームページに行ってしまったらだめよ、戻ってこれなくなっちゃうから、逃がしてどうするって話だから、自分のところでぐるぐる回すのはいいですよってことね。で、あとね、これは僕の太陽光発電に関して言えばになってくるんだけど、ペライチは良くないと思う。B2B とか他の,その,なんていうのリストを取るページで ペライチだったらいいかもしれないけど、会社のホームページ見に行ったときに、ペライチのホームページっていうのは信頼度がものすごく低くなっちゃうので、あれ、ダメだと僕は言いたいな、実際、例えばね僕が家を買うときとか、高額商品に関して言えばなおさらだと思うんだけど、家を購入しよっかな、どうしようかなと、例えばハウスメーカー、一流のハウスメーカーわ分かるじゃない、積水だとか、いろんな。 こは分かるじゃあ地元でやっている住宅メーカー、はい、ビルダーさんと言われるやつとか大工さんと言われるやつであのそこのホームページをペローンと見に行った時に1枚ものしかないっていうふうになったら、はい、怖くて申し込みできないからね、うん、怖くてその例えば、えー、オファーがあったとしてもさっき言ってたように、えー、軽くなってますよスマホでも見れますよとでフォームもちゃんとありますよオファーもありますよと社長の顔写真もありますよって言ってても ペライチだったら怖くて申し込みできないです。はいうん、クリックさせなきゃダメ。ある程度は、うん。ある程度クリックポン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 させて、巡回させなきゃあの怖くて見れない、うん。だって会社概要を必ず見るページだからね。はい、お客さんは会社概要っていうのを絶対見ます。その会社概要がないわけやからね。<laughs> そ,のそのトップページに入れ込めばいいじゃんとか言うかもしれないけど、それじゃあ怖くて。はい あのそこで問い合わせしようと思わないそこでお願いしようと思わないよ何百万何千万もしょする商品をそのペライチのホームページしか作っていない会社って言ったら怖くて申し込みできないからね、はいうん、それは違うぞっていうふうに言いたいあの健康食品とか何かでリストを取るページはその離脱させないためにペライチの方がいいよっていうなら分かりますよと、はい、これは分かると、うん、だけどあのホームページをちゃんと見に行くような商品 を扱っている会社はペラリチなんかにしだって離脱しちゃ怖くてあの申し込みできない、うんはい、申し込みっていうかオファーをあの申し込むことができないからね怖くてで仮に申し込んだとしてもそんな会社怖くてあのお金払うことができないから、うん、低価格帯ならいいかもしれない、はいうん、だけどそんなのは無理無理 うん、無理だと思う何百万何千万もする商品をそのペライチ、ホームページ見たらペライチしかないっていうのはもう怖くてそんなん要せへんしねうん。と思いますねで、まあ、僕が言ってるのは今、B2C の話になっちゃいますけど例えば B2B だったらどうなのかって言われると、まあまあ、そこまでする必要はないんかっていう話やけどね。だけどまあまああ 今のご時世ホームページがない会社っていうのは、うん、いかがなものかなとうう思っちゃうななくても大丈夫ですとうう言っている社長さんもいていると思います僕も1人知っております、<laughs> ないとか言って、はい、ホームページないとか言ってマジでとか言ってたりするんだけど、うんまあ、でもあった方がいいと思うなだってあるのとなくても大丈夫って言っているのは社長だけでお客さんからしたらなんでないのってなるのよ。 うん、その人がカリスマとか言ったら別やけどそうじゃなかったら怖くて取引できひんねんけどっていう風になっちゃうので、はいうん、まあ例えば下請けの工事屋さんですよってう言うんだったら別になくてもいいのかもしれないじゃあ電気工事屋さんですよとかって言われたら「いやうちホームページいらないんだよね」って「下請けだから」っていう風になったらそれはそれでいいのかもしれないけどあのちゃんとなんていうの自分たちで何かを売るっていう風になった時にホームページがないっていうのはものすごく不利になって。 のことになっちゃいますかかららマイナスやからね何でもいいからとにかく作っときゃいいじゃんっていう話、ん、を何で作らんのっての作らない理由がわからないからね、うん、作らなくてもいいっていう話じゃないから今のご時世あった方がいいなという,ふうに思いますからね。 でえじゃあ、その反対としてホームページで、えー、いいやつってどういうものかって言ったら、まあ、さっきと反対になってくるわけなんだけど、まあ、単純に今だったらスマホで見れるっていうのが大事かなと思うあの、はい、崩れることがないようにスマホでちゃんと見れるようになっていますよとでヘッドコピーがあってあのちゃんとあの申し込みフォームがあることが大事ですよとでもちろんオファーがあるっていうのももちろん大事ですよということ、ね、で社長の顔写真もあるっていうのも当然だし、えー、会社概要が その面,白いと面白い会社概要を作ってるっていうのがものすごく大事ですよと。ある程度巡回できるようなあのこうタブがあった方がいいですよっていうことねうん、まあそれぐらいの細かいテクニックでさ、昔、昔、あの、なんていうの、パソコン上だったら、あの、あれじゃない、ページがバーって、僕のやつはこう長いんですよ。下にだーって、長いんで、レスポンス広告になってるから、セールスレター型になってるから長いんですけど、例えば申し込み、 をする場合な何か他のリンク行かせたい場合っていうのは、はいえー、カラムが左にあるんじゃなくて右の方がいいとか言っていうのがあるらしいんですよ。まあ、僕も右にしてるんですけどね。あのどうも右手だからマウスを持つのは右手だから矢印が右の方に行くっていう話なのよ。はい、だからすぐにクリックしたらあのすぐに行けるようにこう左右って動かすのがめんどくさいから、はい、なるべく右の方に置いておいた方がそのいいですよっていうのは あるっていう話なんだよね左よりも右の方がいいですよっていう話だからまあそういう小手先超テクニックなんだけど <laughs> まあまあそういうのもありながらあった方がいいのかなとも思いますしまあやっぱり基本的にはトップページは僕は読ませるっていうホームページがいいと思います、はい、だってお客さんはホームページ見るってことは情報を欲しがっている人だからあの見せるっていうよりかは読ませる方がいいかなと個人的には思っていますので、はい、読ませるホームページだからヘッドコピーめちゃくちゃ大事です うん、ヘッドコピーでおって思わせてそのままずらーっと読ませていくって、はい、でそのトップページを読んだだけで申し込みしたくなるようなあのページにしておかなきゃダメ、はい、でそれでも怖くて申し込みできない人が巡回していくっていう風にした方がいいかなっていう風に思っています、はい、で、まあ、ちなみにちょっと言っちゃうと例えば申し込みフォームも その別のページにポロろンって行かせるんじゃなくて、はい、読んだらその下でも申し込みできるようにしておいた方がいいかなっも思いますから、はい、だからどこのページへポン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 行っても一番下にはそのオファーの申し込みページがあるみたいな、はい、<laughs> ここから申し込んでくださいねみたいな風になっている方がいいかなっていう風にも思いますけどねまあまあ今ちょっとスマホ,になスマホがメインだからね、はい、あどうなんかなっていうのもありますけど今ちなみに知ってますか千代さん、えー ウェブを見るインターネットのホームページ見る人って、えー、スマホ約何割だと思いますか ?9 割ですか。そんなに高くないです。<laughs> <laughs> そんなに高くない、はいうん。スマホで見る人は今6割です。はい、パソコンで見る人が3割。はい、で、残り1割がタブレットで見る人っていう割合になっているらしいんですよ、大体、はい、いいね、うん。だから昔はは年前はあの パソコン9割、割スマホ1割やったんですよ、はい、それがもうぐぼーってひっくり返ってスマホが6割まで上がってきてますから、ね、だからあのなんていうのホームページを見られる時っていうのはほとんどみんなスマホで見てくるっていうふうに思っておいた方がいいかなと思うんだよね、はいうん、スマホで見てきますよみんな、うんでまあ、パソコンを常時触ってる人だったらパソコンで見るだろうけど、はい、でもャ夫さんどうですかあの何か、えー、パソコン ホームページを見るってなったら、スマホで見ますか、それともパソコンで見ますか、タブレット見ますか。そう、スマホで見て、あ、興味あるなと思ったら、画面大きい方がいいんで、タブレットとかパソコンになります。ああ、なるほどね。はい、ちょっと見て、あもっと詳しく知りたいと思ったら、大きい方す。あなるほどね。はい、そうかもしれんね。うん、そうかもしれんね。うん、と思います。はい、ですので、やっぱりスマホも、パソコンも大事ですね、やっぱりね。う,ん、うん、確かに、あなるほどなと思っちゃったな。うん、と思いますので。 あのまあ、あの中小企業はセールスレター型にやりましょうねというふうに言いたいから、まあ、あんまりいい例、悪い例というふうに、あ,のあんまり例は出せれないな、はい、<laughs> あそこのホームページはだめだぞなんてちょっと言えれないので、はいまあ、ちょっと曖昧な感じになっちゃいますけど、まあ、そういうふうにちょっとしていただければなと、とにかく大企業のホームページを真似るのはダメです、はい、大企業が書いている、大企業が使っている言葉っていうのも、 真似してもいかんかなと思うその会社のオリジナリティがホームページ上で見れるようなやつがいいので、はい、やっぱそうなると顔出し見せたりとかその言葉をねあのどん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 出していくっていうのは大事かなっていうふうにも思いますからねうんまあまあそういうのをちょっとねあの考えてホームページ作っていただければなと思いますね辻先生今日もありがとうございましたありがとうございます